私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソマウリ、四つの口が物語る四つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る十欲の目が、薬中楽園にその名を知られたこの多条丸が帰ってくるとついてたの。頼むから俺の妻になると言ってくれ。俺の妻になると言ってくれ。私は今闇の中にいる。一筋の光もない闇の中で苦しみもらえている。この苦念の闇に私を突き落とした者に呪いあれ。私は聞きたくない。これ以上恐ろしい話はもうたくさんだ。本当のことが言えねえのは人間だ。嘘だ、みんな嘘だ。多条丸の話も女の話も。やめて、そんな目で私を見るのはやめて。あんまりです。私を撃たれても、いえ殺されても構わない。でもそんな目で私を見るのはあんまりです。時平安の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻、死闘、格闘、激闘、行き詰まる男と男の決闘、平然と嘲笑う妖鳥たる美女、神か魔か、荒廃の都の一角、人間の喜怒哀楽を風と共にそびえて聞いた大羅城門。